いつも大変お世話になっております。楽天証券でチーフアナリストをしております、今中と申します。今回は半導体市場の現状と展望とお題しましてお話をいたします。重要決算前の論点整理という観点でお話しいたします。この動画ですが、TSMC の決算発表、7月14日にございます。この決算発表の前に、 収録しておりますので TSMC の決算の内容については触れておりません TSMC の決算につきましては次回の動画でお話しすることになりますまずマクロそれから金融市場のお話からしていきます今の半導体市場並びにハイテクロース株の動向ですねこれを見るためには やはりまず金融市場それから実体経済の全体の動きこれを見る必要がありますまだまだこのマクロ相場といいますか金融相場続くと思われますまずこの消費者物価指数の前年比でありますが2022年6月でありますが9.1%となりました 5月の8.6%、それから市場予想の8.8%、これを上回る大変高い水準となりました。これによりまして、7月26日、27日に開催が予定される FOMC におきまして、0.75%幅、あるいはこの9.1%という数字が出てきた時から、市場で観測が上がっている1%という大幅利上げ。 これが実現する可能性が高まってきたということであります。でちなみにですね、この9.1%の中身でありますが、いわゆるコア指数。 要するに食料品とエネルギー価格を除いたものにつきましては、5月の変化率より上昇率よりも若干ですが、6月は低下しております。ほんの少しですけども低下しておりますですでので、この大幅利上げによってインフレを抑え込むという、これがアメリカの FRB の最優先事項に今なっているわけでありますが、これが実現する可能性はちゃんとあるということ。 これは言えることではないかなというふうに考えております。この6月のアメリカ消費者物価指数の公表後、7月の FOMC において、この0.75%の利上げではなく1、1%の利上げがあり得るという観測、これがアメリカの株式市場で台頭したわけであります。この結果、そのアメリカの10年国債利回り、一時3.0%台にまで上昇したんですが、その後、低下しております。 この結果、です、ね、10年実質金利もやや低下しているということでありまして、これがこの7月13日のアメリカ市場におきまして、株についてプラス要因というふうになっております。ナスダックを見ますと、最終的にはマイナスで終わりはしたのですが、バチューでは結構活発に、上値を探る動きが見られたわけでありまして。 やはりこの利上げ、大幅利上げというものが続くことによって、インフレが抑え込まれて、この利上げが打ち止めになっていくという、そういうことをやはり期待しているというふうに考えていいのではないかなと思います。ここのののの長期ンィ低下によりりまましてこの7月13日のフレルフィア半導体質即数でありますが 前日比で0.75%上昇しているわけでありまして、やはりです、ね、先々に対する期待というものがちゃんと出てきているのではないかなと思います。で一方で、アメリカの実質 GDP ですが、これが最近ちょっと問題になってきております。2022年4、6月期のアメリカの実質 GDP 成長率、これが1、3月期に続きマイナス成長ということを予想されております。 定義の上では、2四半期連続でマイナス成長に、GDP がマイナス成長になるということになりますと、テクニカルリセッションということになります。ただですね、この FRB が大幅利上げでインフレを抑え込むこと、これ、最優先にしていると見られるわけですが、そうなりますと、 湯のうかき以降もマイナス成長ということになって、本物の景気後退になると、そういうふうなこともあながちないわけではありません。まあ、そういう意味では、利上げのその GDP への影響ですね、これもやはり今後、焦点になっていくようかと思います。数字の方を見ていきたいと思いますこれがアメリカのの消費物価指数の前年比であります。 6月分が9.1%増ということでありまして大変高いな伸びということになっております5月の8.6%増よりも高い伸びになっているということでありますこの調子で7月8月どうなるのかということが焦点になってくるわけですが大幅なその売上によってですねもし 7月、8月等、この伸び率が低下するということになりますと、次の FMC が9月の下旬ということになりますので、そこではおそらく0.5%の売上げということになるだろうと思います。まあ、そういうことでいうと、ですねこのインフレを抑え込むことができるのかどうか、これがこの夏が山場になってくるというふうに言えるかと思います。 アメリカの政策金利でありまして、6月の FMC o で0.75%の売り上げ、そして1.75%になったということであります。で、こういうふうに大幅利上げが続くという観測が出ておりますので、本来ですと、この国債利回り、10年国債利回り、上がってもおかしくないんですが、実は最近は下がってきているということであります。 まあどうもですねやはりマーケットはこの先行きの利上げの打ち止めということを読み込んでいっているのかなということであります。要するに大幅利上げはそう長くは続かない、インフレはちゃんと抑え込めるということを織り込んでいっているという可能性があります。こういういうにその10年国債利回りが どんどん上昇していくということではない、むしろ下がっていっているということは、これは株式市場、特にハイテク株、半導体株の株価にとってはプラスというふうに考えてよろしいかと思います。 でその結果、この10年実質金利といいますのが、アメリカの10年国債利回り引くアメリカのブレークインインフレーションレート、期待インフレ率というふうに言います。要するに10年後の物価上昇率を市場がどう予測しているかということになるわけですが、これが1回上昇した後下がって高止まりしていると。 ということです下がりはしていないんですが、上がりもしていないということです。実質金利が4月末からプラスになっておりますので、債券投資は有効ということになります。それまでは実質金利がマイナスでありましたので、債券投資よりも株式投資、あるいは不動産や商品のような実物投資の方が投資としては有効だったわけでありますが、今はこれが債券投資が有効になっていると。 ということであります従いまして、株式から債券への資金シフトが起きているということにはなるんですが、この実金利が高止まり一定のレベルで維持されているということでありますので、この動きが株式市場に織り込まれるということになりますと、再び半導体株等のハイテクロス株への投資も出てくるという可能性はあるわけであります。 でこのフィラデルフィア半導体株主速数,数でありますが、これが果たして底打ちしているのか、あるいはまだ底根を探る展開になるのか、ここのところはですねまだ私も確信を持って言える段階にはございません。やはり今後、注視しないといけないのですが、本日より始まるその TSMC の決算発表を皮切りにです、ね、来週 ASML、 そしてその次の週に AMD 等々、有力な半導体企業の決算が相次いである、それから半導体の大口ユーザーである GAFAM、ah、Apple、マイクロソフト等の大手 IT の企業決算も始まるということでありまして、それらを見た上で、半導体の時給を予想してみるということになろうかと思います。 このアメリカの FOMC の開催スケジュールでありますが、7月の26、27日にありますで。13日に6月分のアメリカ消費者物価指数の発表がありました。そして7月28日木曜日に22年4、月期のアメリカの GDP 速報があります。ここ、大変重要なものになります。要するに、この中身ですね。 中身が重要になってくるということでありますが、これ、後ほど申し上げます。それから8月の消費者物価指数の発表が8月10日にあります。これが7月分。そして9月13日に8月分がありまして、9月20日21日に FOMC の開催があるわけであります。まあ、7月からですね、8月は FOMC ありませんので、1月、2月置いてあるわけなんですが、その間、 アメリカのインフレがどういう状況になっているのか、まあ、ここが一つ大きなポイントになってくるということであります株式市場にとって大変大きなポイントになってくるということであります7月が決算進出であるということを考えますと7月に重要な天気が訪れるそういうい可能性もあるわけであります でこのアメリカの実質 GDP 成長率、見てまいりますと、昨年の第4四半期でありますが、10、12月期、6.9%増と、大変高い伸びになりました。ところが、この第1四半期、1、3月期でありますが、マイナス1.6%というふうに、マイナス成長に転換してしまったということであります。 でこの中身どうなっているのかということです。これがアメリカの GDP ですね、国内総生産の成長率の中身を見たものであります。実は個人消費支出、これは堅調に推移しております。1、3月期1.8%増であります。10、12が2.5%増でありまして、それよりはうかはしておりますが、堅、ま、調、あ、と言ってよろしいかなと思います。特にです、ね、耐久剤については、 伸びがいいといとう形になっております一方、民間国内投資、要するに設備投資等でありますが、これが5.0%増ということでありまして、第4四半期に36.7%増というふうに、かなり大幅に伸びたわけであります。まあ、あのこれがですね、実際のところをかなりまあ鈍化したと。 いう形になっているわけでありますでただ、この個人消費も民間国内投資もプラス成長ということになっております。じゃあ、なんでマイナス成長になったのかというと、その下にある順出これがマイナス成長のに寄与しているということであります。どういういことかととか申しますと 輸出がマイナスになった輸入が増えたということであります輸入が増えたのはやはり国内後継期でありますので輸入が増えたということになりますでこのあたりをもうちょっと詳しく見てみ、えー、ますとこれがアメリカの実質 GDP の成長率に対する寄与度を示したものであります寄与度でありますけれどもマイナス1.6%成長ということ とういうことでありまして、その中で個人消費率が1.24%プラス、そして民間国内投資が0.93%のプラスということになるんですが、順位質がマイナス3.23%のマイナス寄与ということになったわけであります。で問題はです、ね、この4、6月期であります。 要するに1、3月期は実質的には実体面ではアメリカ景気は堅調だというふうに言っていいのですが果たして4、6月期もその状態が続くのか個人消費には異常はないのか設備投資に変調はないのか。 あ、こういったところが問題になってくるわけであります。で、えー、実はですね。あのアメリカの今の見方ですと、やはり、えー、この容量化付きはマイナス成長になるという見方が体制であります。 でこの調子で大幅利上げということになりますと、4 6月期の次の7 9月期、この個人消費、あるいは設備投資にやはり影響が出てくることによって、アメリカが本格的な景気後退に入ってしまうと、まあ、そういった可能性もあるわけでありまして、そこにはやはり注意が必要になってくるということだろうと思います。 次に半導体市場の動向を見てみたいと思います。まず、世界半導体出荷金額、これ、単月で見ますと、最大重要地のアジア太平洋地域、ここに向けた半導体出荷の伸び率でありますが、この2022年3月が前年比16.6%というふうに順調に伸びました。ところが4月に5.9%増え鈍化しました。 どうかした理由はおそらく上海のロックダウンであります。3月下旬から5月いっぱい、上海がロックダウンしたことによりまして、上海周辺の工場を通じて、実はアジア全域東南アジア全域に至る半導体工場、そしてその半導体工場のユーザー工場が全部連結されておりますので、やはりこの影響は大きいと考えてよろしいかと思います。ととなりますと えー、おそらくはですね、えー、5月も伸びとしては非常に低いものになったんではないかというふうに実は私は予想してたんですが実は5月が13.2%増ええー、回復してきているわけであります、えー、実はここがよく解釈がつかない問題になっておりますでまた TSMC の月利売上高これが6月分まで出ておりますが5月が大変好調だったんですが6月はかなり鈍化していると とういうことであります実は6月というのは4、4 6月期の最後の月であります、納入月になりますので、普通は5月に比べて6月は多いわけなんですが、今回は6月は減ってしまっているということです。しかもです、ね、このの月期というのは 下期の電子機器の生産に向けて、ユーザーが TSMC の顧客企業が半導体を結構取り入れる時期でありますので、このあたり、一体4の数に何が起きているのかということ、ここが決算発表で会社がどういうふうにコメントするのか、これをぜひ聞く必要があるということであります。一つ可能性ががあるのが これ、実はデータ上で,で、需要減少がはっきりしているのが、パソコン向け、それからスマートフォンであります。パソコンの出荷台数、これが4、6月期前年割れになっております。スマートフォン、1、3月まで数字出ておりませんが、1、3月前年割れということであります。で、このパソコン向けとスマートフォン向けがの半導体の需要がどうも良くないと。 いうことなんですがただ一方でサーバー向け、自動車向け、産業機器向け、それから最近、ですね軍事向けが急増しているというふうに言われております。こういったさまざまな分野の半導体需要が相変わらず順調に増えているのではないかと、それで5月リカバリーができているのではないかと、まあ、そういう可能性があるわけであります。まあ、こういういうな その4、6月の半導体需要の実態というのがどういった,いったものであったのか、これは実は TSMC、AMD、インテル、クアルコム、それからサムスン電子、あと8月の下旬になりますが、エヌビディア。 こういった個々の大手企業の話をちょっと、決算説明会の話を聞いてみないと、ですねなかなかちょっと解釈がつきにくいものがあるわけであります。少なくとも現状、数字の上では、4月は全体の,その世界半導体出荷金額、4月はやはり鈍化はしたんですが、そのまま鈍化し続けているわけではないということ、これはやはり気に留めておくべきかなというふうに思います。 それから前回のこの動画でもお話ししましたが、マイクロンテクノロジーの3、5月決算であります。これが実に重要な決算になったわけでありますが、このデータセンターの一部顧客が、6、8月期に DRAM 難度在庫の在庫調整を行うということです。一部の電子部品が足りないということで、思うようにサーバーが作れない。 ですので、取り入れた DRAM と難度が余剰になってしまったということで、在庫調整を行うというのがマイクロンテクノロジーの一部の顧客の意向でありまして、マイクロンもそれに合わせて,て、DRAM と難度の出荷調整に入るということであります。まあ、この結果、22年6、8月期のマイクロンの業績、前年比、前期比とも減収減益になる見込みであると。 ということなんですが、このデータセンター向けの変調というのが、果たしてマイクロンだけの現象なのか、他社でも見られるものなのか、ここ重要なポイントになろうかと思います。そして半導体設備投資につきましては、マイクロンは来年度23年8月期の設備投資において、まだ全体の数字は明らかではないのですが、ウェアプロセス装置、 要すするに前工程ですねこれも TSMC、インテル、サムソン電子、この大手3社とがこういう傾向を持っているのか、これも実はまだ分からないわけでありまして、各社の決算、これを観察する必要があろうかと思います。 このグラフが世界半導体出荷金額の3回水道平均でありまして、これだけ見ると順調にまだ成長が続いているというふうに見られるわけであります。私も中長期ではまだ成長は続くというふうに考えているんですが、ちょっと足元では変調がどうも起きているようであります。 これが先ほど申し上げた世界半導体出荷金額の単月の売上高であります。真ん中の前年比を見ていただきますと、4月、アジア太平洋地域で5.9%増というふうに、それまで2桁増がずっと続いてきたのが同化いたしました。ヨーロッパも6%増というふうに同化いたしました。でこれ、理由はですね、先ほど申し上げましたけども、アジア太平洋については上海の6段。 欧州についてはウクライナの戦争、これが影響しているだろうと思います。ところがです、ね、5月は両地域ともリカバリーしているということであります。また南北、アメリカ、日本、各々で大変好調な伸びになっているということでありまして、5月の全体の伸びも19%増というふうに、えーまあ、十分とは言えないんですが、それまでの伸びにかなり近いところまで来たと。 ということです。6月どういうふうになるのか、これ実は非常に注目されるところであります。と言いますのは、これが TSMC の月位売上高のトレンドでありますが、あ 5月、前年比65.3%増と大変高い伸びだったんですが、6月が18.5%増というふうに大幅に鈍化しております。5月に対して6月は売り上げ高も減っているということになります。普通、先ほど申しましたように、6月の方が増えるのが普通なんですが、減ってしまっているということです。要するに4、6月期、どういう状況だったのか、これはもう決算をちょっと詳しく見てみないと分かりません。 とということですそれによって7月以降の動向も把握できるのではないかなと思います。指標を見てみますと DM のスポット指標がなかなか下げ止まりません、下がった状態になっておりますで。スポット指標はこういう状態なんですが、実は大口価格もやはり下がってきているということでありまして、これ、普及品の指標になるわけなんですけれども、普及品がこういう状態ですと上位の 先端品の値段もやはりある程度は下がっているというふうに考えてよろしいかなと思います。一方で、難動については、需要が結構好調でありまして、要するにデータセンター、パソコン両方でハードディスクから SSD への切り替えが進んでいるということでありまして、市況は横ばいが続いていると、こういう状況でありますで。半導体の最終需要がどういう状況になっているのか。 あなんですがこれパソコン出荷の世界出荷のトレンドでありますえ、4月期に前年比15.7%減となりましたえ、1、3月期からマイナス成長ということになっておりますえ、要するに2020年に入りましてそれまでパソコンの市場というのは大変低成長だったんですが スゴモリ消費、テレワーク消費が出てきたとおいうことで、えー、この2020年、21年にわたって、えー、高成長になったわけです、えー。その影響が出尽くしてきたということだろうと思います、えー。その結果ですね、この下段がヨーロッパ好きの動きなんですが。 えー、上位5社、全社について前年割れになってしまったということです、えー。ちょっと注目したいのがアップルでありまして、アップルは1、3月期は前年を上回っている。 るんですが、4、6月期の台数が前年を押して回るそれも22.6%減というふうになったわけでありますこれまではですね、パソコンの中で高級機種、画像処理、あるいはゲーム PC といった値段の高い高級機種は順調に伸びているということだったんですがそこにひょっとしたら変調が起きているのかもしれませんこれも決算で確認したいところであります それからスマートフォンの出荷台数なんですけども、こちらについては、四月月からすでにマイナス成長になっているということです。でこれも iPhone が比較的堅調であります。で一方で、Android が四畜月期からマイナス成長ということでありますので、どちらかというと、高性能機種ですね、高価格帯の機種は堅調になっているということなんですけども、果たして46月、どうなっているのか、これがあクアルコム それからの決算に注目したいゆえんでありますでサーバーについては、この市販機ベースのデータがなかったので分からないんですが、これ、あの調査会社の長期予測でありますが、サーバーについては順調に伸びるというのが今、体制の見方であります。まあ、そういうことでいうとです、ね、そのマイクロンが言っているサーバー向けの変調が、 果たしてこのあたりもサムソン、それからインテル、TSMC、AMD、それから NVIDIA こういった大手のデバイスメーカー、これもこぞって今、サーバーが一つ大きな収益源になっておりますので、このあたりの見方、どんなものなのか聞いてみる必要があるということであります。 で、決算のスケジュールを見てみたいと思うんですけども、こういうふうにですね、このマイクロンの業績返調このマイクロンテクノロジーが6月30日に決算発表したわけであります。業績はもう変調しているということなんですが、これと同じようなことが TSMC、AMD、Qualcom、Intel、Samsung 電子、NVIDIA。 こういった大手のデバイスメーカーでも起きているのかどうか、これまさにもうズバリここが注目点ということになります。もう一方で重要なのが、株価の位置と予想業績、それから PR のバランスであります。要するにマイクロンのように業績が変調しますということになっても、ですねこのガイダンスを参考にしながら、業績予想を見ますと。 立ててみますと、今期、来期、業績横ばいになるということであります。これはあの前期 前回の動画、それからレポートでもご報告したところであります。その結果、ですね PR を測ってみますと、6月30日に決算発表がありました。で、7月1日、その結果を受けて株価が下がったわけなんですが、その株価下がったところで PR を測ってみますと、7倍割れであります。これは今期も来期も7倍割れであります。やはりですね、さすがに7倍ということになりますと割安だと。 いう考え方が出てきたのではないかと思いますそこから直近高値まで約10%株価が上昇しているということです要するに先行して株価が下がりすぎた結果業績は悪化はしたんだけども株価の下がり方の方が大きくて PR は業績に対して割安になってしまっているという現象がマイクロンで起きたと考えられるわけでありますそういたしますと 仮に TSMC 以下の大田半導体メーカーの業績がある程度悪化するということになったとしても、先行して株価かなり下がっておりますので、結果としては悪材料すべて出尽くし、そして株価に割安感が台頭して株価上昇が期待できると、そういう状況もあり得るわけであります。そういうことになりますと、単純に業績が変調している云々だけではなくて、やはり業績予想と 株価 PR これを見比べる必要があるかと思いまデッサン発表スケジュールがこれでありまして、7月14日木曜日が TSMC ということになります。7月20日に SML があります。それから21日に DISCO。 そして26日に AMD、それから半導体大口ユーザーであるところの Apple、Microsoft、Alphabet があるわけであります。それから7月27日に Qualcom、m それから製造装置メーカーで言いますと RAM Research Screen Holdings から、あと Metaprof プラットフォームズがあるわけであります。旧 Facebook であります。それから7月28日に Intel、Samsung 電子があるわけであります。あと製造装置メーカーで言いますとアドバンテス、Advanced KLA、GAFAM の一社である Amazon があるわけでありますで。8月になりますと、やはりレーザーテックは8月5日金曜日にあるということであります。その翌週の8月8日に東京エレクトロンということになります。 で8月18日、これは5、7月決算でありますが、プライドマテリアズがあって、24日に NVIDIA があるということであります。この NVIDIA の決算で今シーズンは終わりということになるわけでありますで。やはりですね、今回の場合、まず重要なのがデバイスメーカー、それも大手デバイスメーカーの決算になろうかと思います。要するに、半導体需要が一体どういうふうになっているのか。これは複数 数の大手デバイスメーカーの話を総合してみると、大体輪郭がつかめるのではないかなというふうに思います。そして、彼らの設備投資計画はどういうふうになっているのか、つまり TSMC、インテルサムスン電子、この3社のを 大型設備投資計画に修正があるのかどうか、このうちサムソンは計画を公表していないんですが、TSMC とインテルは計画を公表しておりますので、これに修正があるのかどうか、ここ重要なポイントになってくるかと思います。それから半導体の大口需要あでありますが、アップル、マイクロソフト、アルファベット、アマゾンドットコム、そしてメタプラットフォームス、いわゆる GAFAM であります。ここの設備投資投稿、これ非常に注目されるということに なります設備投資投稿だけではありません、製品の動向も実は重要になってきます。例えば、アップルがそうであります。それからアマゾンドットコムの AWS、クラウドサービスのビジネス、これの動向もやはり重要になってくるということであります。今回は半導体製造装置についてはです、ね、この大手のデバイスメーカーが設備投資をどういうふうに考えているか。 まあこれによって、ですねこの業績見通しもやはり変わってくるわけでありますけれども、その中でも ASML、それから半導体設計のシノピス、それから日本のメーカーであるレーザーテック、東京エレクトロン、このあたりの業績がどういうふうになるのか、これ一つのやはり注目点というふうに考えてよろしいかと思います。今回は 半導体関連の重要決算を前にいたしまして、その論点整理を行うという形で、業界の仕様、そしてユーザー業界のデータ、これを眺めてみるということをいたしました。で、その前段階で、アメリカの金融市場、それからマクロ経済、これがどういう状況にあるのか、これも外観するということをいたしました。 この動画、ご評価いただけるようでしたら、いいね、それから登録をお願いできると幸いでございます。今回はごご聴ありがとうございました